放送局。放送局どうもコンソメパンチ木村です。どうもみーちゃんです。どうも後藤貴博です。はい、ということで始まりました、はい、耳放送局。お久しぶりですね。お久しぶりやね。久しぶりやね。うん、でさ、はい、この間僕らあの発表したじゃないですか。そうですね、記者会見しましたね。10月20日、うん、僕らなの解散します。解散って言ってるやん。え、なんて解散って。解散します。え、いいね、開催か。開催しますね。はい、そうですね、やらせていただきましたけどね。はい、先輩がもうめっちゃどうしたなる。解散するんですかみたいな。本当に解散するんですかって。はいはいはい。いや、まあ、めっちゃ先輩だから、うんうん、動画をスクリーンショットで、はいはいはい、録画して送って、うん、はい、いや違うんです、あの開催です。うんうんうん、引っ張りすぎやな。おお、めっちゃ言われちゃった。まあまあまあ、結構13分ぐらいね、うん、あったから、うん、まあその普段から動画飛ばし飛ばして見てる人は、うん、もしかしたらね、うん、まだもしかしたら解散のままかもしれない、思ってる方もいるかもしれないから。でも、まあ、ほんまめちゃくちゃその先輩ちょっと分かれへんけど、うん、まあだからこうちょっと失礼を承知で言うけど、うん、まあまあ早い目に開催しますってちゃんと言うてるから。まあまあまあ、そうやな。解散っては解散って言う、ね、俺はでもちゃんと言ってる。10月20日解散します。大事なところを口ごもってるだけでね、うんうん、まあまあでもまあね、それはまあ、まあ、ありがたい意見ですけど、でもうちも連絡いっぱい来たよ。あ、来た。あの、まあ、お客さんとかから、あ、めっちゃドキ、もうドキドキしたよみたいな、途中で泣きそうやったからっつって、うん、でも嬉しい開催で、うん、っつって。あ、でもあれや、来てますよ、その、うわ、え、嘘やん、もうやばい、辛くてこれ以上先見られんって人おる。それ、その人は止まってる可能性はね、まだそうなってるわ。うん、まあ解散の可能性もあるやん、ね、まあだからその人がこう、よし今日こそ見ようって思って、うんうん、耳食堂 YouTube 開いたら、うん、解散じゃないです、開催です、そのあの動画を、あ、あれがね、まあね、うん、目に入ればそうかそういいですけどもね。いや、もうこれ以上この耳食堂の YouTube 見るのも辛いから。いや、もうやめとこう。去っていってるやん。そんなことない。え、ないです、大丈夫です。そうかそうか、あ、これからもね、10月20日に向けて、うん、どんどん開催ですよ、ちゃんとっていう、うん、アピールはしていきますので、ね、していきましょう。で、はい、うん、どうしたの。いやいや、そんだけなんかこう注目してもらえてんのは、うん、単純に嬉しいなと思う、うん、だってもう900ぐらいいってんじゃん。730円。でも730、まだ1週間も経ってないですよ。あの、すごいよね、正直耳食堂 YouTube 史上一番伸びたもん。ほんまに伸びたし、あのチャンネル登録者数でいうと150人ぐらいじゃないですか、うん、だからその150人の人が何かも見てくれてるのか、うん、登録してないところから「え、耳食堂どうなるん?」っつって来てくれたのか。あれ言わなかったっけ、何俺アナリティクスとか、なんかそういう分析のやつがあるんだけど、うん、YouTube であれ見てんねんけど、うん、うちの YouTube、はい、見てる人のうち、うん、チャンネル登録者数って2割ぐらいで、え、え、そうなん、あ、8割登録しない人が見てんの。あ、だからその150人の中の2割はないから、150人のうち8割見てないから。あ、そうなん、そうなんや、そうやで。今じゃあ聞いてくれてる人も、うん、登録してくれてないってこと。してない人が多いよ。多い。なんでなんかな。いや、分からない。でも通知出るやん、その、あ、出る、だからめっちゃお気に入りのやつしか見えひんとか人もおるやん。なるほどなるほど、そういうことね。うん、そういうことなんちゃうかな。ね、嬉しい、嬉しいやんか、それは普通に、うん、まあまあ外から ね見てくれてる。で、最近ちょっとほら1日1人とか伸びていってたやんか。伸びてた、うん、あの原因は多分最後に登録お願いしますって俺らが言うてるからやと思う。なるほどね。確かに、この子ら登録してほしかったんだって。そうそうそう、特にほら後藤くんのチャンネル登録よろしくな。めちゃくちゃおもろかったね。俺あれもうずっと見てんねんから。あれだけで動画成り立つもん。うん、あれだけで一回投稿しよう。あれの効果を見てみたいな。確かに確かに、うん、あれ終わった後にまた来んねやろ。チャンネル登録よろしくな、シュッシュッと来んねやろ。、うん、そう、あれはすごいよ。まあでも登録ね、あのこのちょっと登録者数頑張って増やしたいなって言ってからはもう倍ぐらいになりましたからね、うん、確かに。本当にでも4月ぐらいか3月ぐらいか俺ら頑張りだした、うん、そこから、うん、もう3倍ぐらいになってもね、うん、なってますので、すごいね、
今後ともね頑張っていきたいと思います、うん、今日はここまで。ユミユ食堂 YouTube チャンネル登録よろしくな。